日本語コンテッペイゴー日本語学習者の皆さんを明日から応援せば、じゃあ、ど今日は、よく寝ることと朝ごはんを食べることについて。はい、皆さん元気ですか日本語コンテッペイの時間です。昨日の夜は、 あのちょっと早く寝て今日はもう僕は元気でしたまあ元気です今でもね今朝ですね朝まあ午前9時半今、えー、昨日は10時ぐらい10時半10時30分ぐらい寝たかなで朝7時そうですね7時ぐらいに起きてだから何時間寝たんですかね8時間 ぐらいもう十分ですよね8時間ぐらい寝て、えー、今日の朝朝ごはんを食べてあの今すごく元気この元気というのがこのコーヒーを飲んだから元気じゃなくて本当にこうなんかこう,こう力がある感じねなんかこうエネルギーがこうある。 ただそのコーヒーを飲んでなんか「はあ」っていうちょっと忙しい感じじゃなくて落ち着いたエネルギーというかなんかすごくこう前向きな感じねよし今日はいいなねいい感じがするそんな感じであのさっきあの朝のテレビを見ていたらあるあのまあ 教授と言いますすねね大学の先生です、ね、彼はあの、まあ、ノーベル賞を取った人ね日本人の、ね、その人が言ってたことが、まあ、脳のために脳ね脳の頭のために脳のためにあとは、まあ、体のために一番大事なことはやっぱりよく眠ることです、ね、そしてよく眠って朝ごはんを食べるはいそうすればあの全てが いいいと思まあそういうことを言っていたルーティーンでルーティーンの基本としてですねルーティンの基本,と基本としてはやっぱりよく眠ることこれが大事というふうに言っていてあのー、僕はあ僕は間違ってなかったと思いましたね。なぜかというとまあ今年になってね日本語コンテッペイ GO と日本語コンテッペスリープを始めた理由は。 やっぱりよく寝てで朝起きる朝起きてよし今日も一日頑張るぞっていうやっぱそういうルーティンが大事だと思わざるを得ないねそういうふうに思ってしまうあのなんか毎日毎日習慣ですよねこの習慣を続けるためにはやっぱり元気じゃないとできないしなんかこう眠らずに勉強してもなんかこう,こう効果的じゃないなっていうふうにずっと思ってたんですよね。 本当に。やっぱり僕も若かった時は、こう、あまり寝ないとか、あんまりちゃんと食べないとか、そういう、それで勉強をしても、なんかこう、うん、あまりこう、勉強がうまくいかないっていうかね。で今ですよ。今はやっぱりこう、眠る大事さ、眠る重要さとか、食べる重要さ、えー、あと最近は運動の大切さも気がついて、あの、とてもいい、こう、 エネルギーを感じるんです、ね、だからまああの皆さんもちゃんと寝てそしてちゃんと朝起きてあの朝ごはん食べてください。人によってはね朝ごはんを食べないっていう人が最近多いですよね。なんかこう朝食べないことによってなんかこうまあ痩せたりとか、まあ、いいことがあるっていう人もいるんですけどまあ人によってね自由に考えていいとは思うけど僕は朝は やっぱりちゃんと食べる人ですね。僕は朝食べて。まあ、昼と夜は結構そんなに重いものはあの食べ過ぎないようにしてますね。それが僕にとっての健康方法ですね。僕にとっては朝昼夜まあ、少しずつ食べる。まあそれ以上にこう。他のまあ、1日5回ぐらい食べるんで、少しずつ1日の間に食べるんですけど、朝はやっぱりちゃんと食べます。僕の場合は朝食べて。 トイレに行ってでまあまあトイレ大事ですからねトイレも大事そしてあの頑張るはい皆さんどうですか朝朝ですけど今日も素晴らしい一日にしてください頑張ってくださいね応援してますそれではちょうちょうアストラリア語またねまたねまたね